やってきてくれております。この豊富競輪のもうまさに現役の選手たちが今日集まってくれました。皆さんに競輪のことを知っていただきたい、もっと親しんでいただきたいということで、今日はユニフォームで、そして愛車を携えてこの後パレードにも参加します。皆さんに競輪のことを知っていただきたくて、たくさんの商品を用意してくださったそうです。それではよろしくお願いいたします。はい、では皆さんこんにちは。日本競輪選手会山口支部です。今ここにですね、9人ずらーっと並びます。並べましたでしょうか。さあ今日は自転車で競輪場からですね、この選手たち見てます。ということで、まずは選手紹介していきます。はい、一番この白いユニフォーム着ていらっしゃるのが内村哲也選手です。そして2番黒いユニフォームが村上清隆選手です。さあ3番赤ですね、可愛いですが鷲見隆選手です。そして4番青色のユニフォームは鈴木圭司選手です。はい、5番黄色のユニフォームは内村太蔵選手です。6番緑色ですね、友永隆介選手です。さあそして山口県のカラーですよ、オレンジ色7番車は地元の澤田裕二選手です。そして8番ピンクです。この前に立ってますホーフ君とね、ちょっと見分けがつきませんが、地元ホーフのアイドルです、国村裕二選手です。そして9番車ですね、はい、9番紫色です、地元の山下和樹選手です。ありがとうございます。今日はですね、皆様に俺も紹介してくれて言ってます。はい、ホープくんです。ホープ競輪場のマスコットキャラクターですね、可愛くピンクです。先ほどの抽選券ね、皆さんお持ちですか、お持ちですか、ありますか。待ってね、もうちょっとねお話ししてから抽選会の方でさせていただきます。ぜひですね、競輪に親しんでいただく身近な選手を見ていただこうということで今日は参加させていただいてるんです。皆さんまず足見てください、すごいでしょ、太いです、私も太いんですけれども。ということでまずは支部長、はい、部長です、はい、鈴木圭司選手です、はい、皆さんこんにちは。あ、ちょっと元気がないですね。お願いします、こんにちは。あ、こんにちは、元気がいいね。山口支部の支部長をやっています鈴木圭司と申します、よろしくお願いします。お願いいたします。今ですね、山口県選手会ですね、選手の募集をしておりまして、今日もね、ちびっ子たちがたくさん来ていらっしゃる。